今回は街中で見かけた芸能人カップル編を見ていきたいと思います。でまずは大悟さんと北川景子さん夫妻になるんですが、美男美女のお二人なんですかね、まあ、マスクで顔は隠れてますけど、まあ、スタイルが良くてね、あの羨ましいカップルだなと思います。で次はですね、俳優の堺雅人さんと菅野美穂さんですね。これちょうど多分路肩でですね、菅野美穂さんがタクシーを止めているところだと思います。そして次はですね、玉木宏さんと木南晴香さん夫妻ですね。玉木さんはめちゃくちゃかっこよくてスタイルもいいんですが、木南晴香さんのね、靴をよく見るとこれどこで売ってんだろうっていうね、まあ、独特なファッションだなっていう感じはしますが、最後は南海キャンディーズの山里亮太さんと蒼井優さん夫妻です。トレンドマークの赤い眼鏡をかけてないので最初誰かなと思うんですが、まあ、よく見るとね、山里さんで、まあ、プライベート結構かっこいいんじゃないかなと思います。街中で見かけた芸能人カップル編を紹介させていただきました。